輝いて生きる未来食つぶつぶ創始者の大谷由美子です。夢は日本生まれの波動アップ食術未来食で世界を健康にすることです。今日も日本が誇る味噌汁味噌スープ第あれ4弾かなやりたいと思います。さて今日はね油揚げね、油揚げって味噌汁っていうと油揚げってあると思うんだけど、なかなかまずは油揚げの選び方ね。まず油揚げっていうのはお豆腐、固めに作ったお豆腐をスライスして油で揚げたものなのね。でお豆腐を作るときにどうしても消泡剤って言ってこう豆乳が煮えるときにすごい泡が立つので、それを無理やりこうなんとか泡が立たないようにして、たくさん小さな鍋で煮るために泡を消す薬品を使うようになっちゃった。だからそれが使ってない消泡剤っていうのが書かれていない。そして油が国産のちゃんとした純正の油で揚げたものじゃないとちょっと残念なので、まずはね、純正の菜種油で、国産のちゃんと昔作りの菜種油で揚げた消泡剤の使っていない国産大豆の油揚げというものに出会ったら、私はもうあ出会ったっていう感じで3パック4パック買ってきます。そしてそれをこうやってこれ冷凍してるんだけど、カチコチになっても冷凍しといくんですね。そしたら出しとけばすぐ戻るしね、こうあるいは冷凍のまま切って使ったりもできるので、とっても便利です。油揚げは冷凍しても全然味がこう変化したりしないので、ぜひね良い油揚げに出会ったらどんどんと冷凍するということをしてみて、でもねただこれを解くとなんか使おうと思った時にちょっと面倒なのね。なので私はまだ元気な時に冷凍しない前にねこうやっておきます。この2枚をこうやって分けました。一つはもうこのコロコロってカノコみたいに四角く切って、もう一つは細く切って、こうやっておくともう必要なだけピョッと出して使えて、でも凍ったまま使えるのでとっても便利なのね。で今日は白菜と煮るためにもう一個の油揚げを4つに切って、また半分8個に切ったものをこうやって三角、そうするとツンツンしたところとふんわりしたところがとっても美味しいので、この今日はこの三角油揚げと白菜で、味噌汁のお助けはこの冷凍カット油揚げ、これ使うとね、この油揚げなんかねちょっとこうから焼きしてカリカリとしてトッピングに使ったりとか、もう本当に便利なのね。だって細く細く細く、あるいはこうね四角く四角く、いや三角三角なんかに切って、で冷凍しておけばちょっとのコクを味噌汁や料理に出すことができます。白菜を使った味噌汁、私はいつもね一つの食材ね、特に少ない家族でたくさんの食材を使うって結構大変なので、一つの食材でこう野菜でいろんな美味しさを作ろうってことを提案しているんですね。で特にこう野菜って一つと思うけど一つなのに、実はこの軸のところと葉っぱのところって全然味とこう感覚が違うの。なのでこうやって分けちゃって材料の2段使いっていうのをすると、だってあれ1種類の野菜しか入ってないはずなのに、なんでこんなにいろんな美味しさがあるのっていうものが作れる。これ芯の方なので、こうやってね、葉っぱはハラハラハラっと後から入れます。白菜の軸をですね、まあ、今日はコロンコロンと棒切り、なんかこうちょっと棒に切って、割と歯ごたえのある食材として白菜を楽しむ味噌汁にしようかな、ね、ただブツブツ切ってねこう食べると白菜ってちょっと不思議な臭みみたいな独特の味があるので嫌われちゃうんだけど、煮すぎないでこうやって上手に使ってあげると結構繊維は多い割にはふんわり感のある美味しい食材なので、じゃあこんな感じで、あと水で洗って戻しただけの腎臓にいいふのりね、ふのり酸でこれと、そしてこのこれはね凍ったままでいいので凍った油揚げで、この青柚子は最後ね入れると直前に切りますね。意外と白菜はたっぷり入ったら美味しいかな。
こっちはこうふわふわっとして、後でふわふわっと入れたいので、この辺なんか意外と生で食べられたり新鮮だとします。これで材料の2段使いで、油揚げ、海苔、もう切るのもこれだけだからね。青柚子は最後、白菜は根菜じゃないので沸いてから入れますね。根菜と芋は水からね。葉野菜類は沸騰してから、はい、でも再沸騰までは強火で、再沸騰したら中火、必ず野菜は強火から中火、強火でずっと煮てしまうと野菜が全然旨味がなくて出汁柄になってしまうので、必ずもう再沸騰するまで待って、そしたら中火、もうぐーっときたので中火にします。そしてまた白菜さんと響き合いながら、どのぐらい煮えたいって言って、で次に油揚げね。でこの棒の白菜に三角の油揚げがわっとまとわりつく感じがいいのかなって思ってます。これ1枚ね、半分でもいいかもしれない。すごく他にあんまりおかずがないときはこれ全部入れて、他におかずがあっておつゆだったら半分でもいいかも。ちょっと入れてみようか。でこれまた冷凍しちゃえば何度でもこうやってできるの で、 で白菜さんが煮えていく途中で何回か食べてみてる、いつもこうやってるうちにだんだん、あ、今頃大丈夫とか、この辺、あ、もう今頃ちょうどいいとかっていうのが鍋が教えてくれるようになります。でも最初はいろいろ対話してみて、ね、あっさりした白菜に油揚げがねまとわりついてすごく美味しくなります。でほら透き通って、野菜が透き通ってくる感じってすごい素敵なのね。白菜って煮すぎると美味しくない野菜なので気をつけてね、うん、そしたら葉っぱを、葉っぱってシュンとしたから結構入れても大丈夫なんだけど、多いかも、多かったらサラダとか炒め物にするので、意外と具の多い味噌汁を作って、そしておかずを少なくして食べると料理が楽ちんです。これ全部入れたら多いので、あとでこれはちょっと塩もみして食べようかな。今日120さっき野菜用意したんだけど 100g ぐらいでいいみたいね。あ、でもうほら葉っぱはね、まだすごいフレッシュな感じで葉っぱが煮えてて、で軸はもうしっかりと食べ頃の鍋って感じになっています。なのでそのままに味噌を溶きます。もう余熱で十分煮えちゃうので、これくらいで止めといて、いつものようにある程度溶いたらもう一回入れて、こっちがなるべく液体状になってる方がうまく入れられるので、しっかりと優しい味噌汁ができます。でこれを入れます。で入れたらもうこのまま置いといて、食べる時に1人分ずつ温める。でこれ で、あ、今日なんか出かけ用があったんだっけって言ってここでやめてしまって、で冷えたらそのまま帰ってきたら冷蔵庫に入れといて、明日全くフレッシュな感じで食べれるの。だからこのね、一度味噌を溶いた後煮ないでこのまま冷ましたものはもう保存、具ごと保存できて1人分ずつ温めては食べれるので、こんな風な3回、1人だったらこれ3回味噌汁楽しめるね。じゃあ青柚子を切って、そしたらこれからこれがどんどんね黄色とかどんどん変わっていくので、青柚子、黄色柚子、本当に少しこのなるべく白いとこ入れないようにむいて、あ、なんか切ってるだけで癒されちゃう。でこれを用意しておいて、さあ今日もご飯、味噌汁、漬物、朝ごはん、特に朝ごはんそんなのが、そうすると一日元気に過ごせます。じゃあ一回片付けて煮立てて食べよう。でこうやって一人分ずつにして温めて、こちらは置いておくんですね。そうすると本当にもう毎回わあ美味しいっていう味噌汁ができます。たくさん温めると、冷たくなったものが温まってる間にどんどんなんか味が悪くなっちゃうのね。だから本当に小分けして温めるってすごく重要です。はい、温まりました。だんだん慣れてくるとこのくらいが一人分っていうのをちょうど取れるように、あ、いい感じいい感じ、上手、ちょうど一人分、ナイスとか言って一人で喜ぶ
私勘がいいな私ってとかってね、これからだんだん黄色にもなっていくやつをちょっと、はあ、その瞬間ね、もうそれだけでふわってなんか来るのね。はい、これでいただきましょう。これ朝ごはんしてたら一日中無敵の体調とマインドで過ごせるってみんな知らなくてもったいない。朝パンとコーヒーからご飯味噌汁にぜひ変えてみて。さあそれではいただきましょう。いつもの通り、まずはお味噌汁。おいしい、歯ごたえを残しながらも透明になった。あ、柚子がこのね、白菜と油揚げをこう包むように食べるのね。葉っぱも一緒。最高。味噌汁飲むと体中の細胞が動き出すっていう感じなのね。でカーッと熱くなってきて、これね 5種類の日本の伝統雑穀、そしてご飯だから六穀ご飯って呼んでるのね。野菜の前歯っていうのは噛み切るためのもので、実際にご飯を食べるにはこの臼の後ろの歯でこうやってお米をどんどんすりつぶしていくのね。そうするとどんどん口の中ででんぷんがブドウ糖に変わっていくわけ。どんどん腐りが、もう口の中でも料理、さらなる料理っていうか味覚の大変動が起きていて、この後ゆっくり食べたいので、さて今日はここまでですね。麦味噌と野菜、そして冷凍カット油揚げがあったら、そしていつだって漬物がスタンバイしていたら、ご飯、最高度のパフォーマンスをする体を作るご飯ってそんなに難しくない。特に一日せめて一食がっつりとこの食事をすることで、なんかいろんな免疫力も高まるし、ね、排泄力も高まるし、ね、ご飯、そして味噌汁、雑穀入りご飯と味噌汁で最高の体調を謳歌してみませんか。ということで、さて今日はここまでです。次も新たな味噌汁、ね、今度ごちそう味噌汁にだんだん近づいていって、なんか3回くらい味噌汁をお伝えしたいなと思っているので、また楽しみにしててね。それぞれ全然違う味なの。はい、続きを見たかったらチャンネル登録よろしくね。高評価ボタンもポチッと押してください。それでは次の動画でお会いしましょう。